ウォースパイト、ウォースパイト、HMS ウォースプイトは、イギリス海軍のクイーンエリザベス級戦艦に番艦。ウォースパイトは、第二次世界大戦中の1943年に、アンドルー・カニンガム中将が語ったコメントに揺らいで、敬意を込めて、オールドレディ、ロージ城王と呼ばれるようになった。第一次世界大戦では、同警艦と共に、ユトランド沖海戦に参加して大破したものの、 沈没は免れる。また、海装を経て、第二次世界大戦でも大西洋、地中海、インド洋と各地で戦った。その活躍ぶりから第二次大戦において、最も活躍した戦艦としても称賛されている。艦名の由来は、戦争を軽蔑するや、戦場の喫つ,つきという説があるがよくわかっていない。同じ艦名を持つ艦としては七代目に当たる。 ウォースパイトを含むクイーン・エリザベス級戦艦は、最初の大行警報を搭載したドレッドノートが、完成した時の海軍軍令部総長だった提督、ジャッキー・フィッシャー卿が設計の骨格に携わり、後に首相まで上り詰める、海軍大臣ウィンストン・エス・チャーチルの働きかけによって、建造が決定された。1912年10月31日、デボンポート海軍交渉で寄港した。 1913年11月26日に浸水し、1915年3月8日に巡航した。エドワード・モンゴメリー・フィルポッツ艦長指揮するウォースパイトは、本国艦隊、別名グランドフリートの第二戦艦戦隊に加わり、砲撃試験を含む試運転を行った。試運転にはチャーチルが出席し、精密で迫力のある15インチ、381ミ、mm、リメートル、 この射撃に好印象を受けた。同年の後半に座礁して、護衛の駆逐艦と小型船チャンネルに引き上げられたが、損傷は軽微だった。後に修理を行った上で、本国艦隊に復帰し、新たにクイーンエリザベス級戦艦のみで構成される第五艦船隊に加わった。12月の初め、ウォースパイトは訓練中に、姉妹艦のバーラムと衝突事故を起こして、大破してしまった。 1916年にウォースパイトを含む第5戦艦戦隊は一時的にデビットビーテ式下の巡洋戦艦部隊に編入された。同年5月31日、ウォースパイトは初の戦歴で最大の海戦であるユトランドを機械に参加し、ドイツ海軍の主力艦から放たれた砲弾が15発命中した。ウォースパイトは姉妹艦のバリアントと衝突を避けるため旋回したが、 旋回中に火事が故障してしまった。ウォースパイトは同じ地点で旋回を続け、艦長は停止や後退するよりも良いと判断して、進度の変更をしなかった。これを見たドイツの巡洋戦艦は大破させて無力化した装甲巡洋艦ウォーリアかウォースパイトにターゲットを変更したため、偶然にもウォースパイトはウォーリアを危険から救う結果になった。 これらは、ウォーリアの上院も、意図的にそうしたと勘違いして深い信頼を得た。また、ウォースパイトの復旧は、潜在的にドイツの太陽艦隊を引き付けるのに失敗する恐れがあったが、旋回している間に修理が行われて2回目の縁を、各頃には完了した。そのため、ウォースパイトに修理の許可が与えられ、停止して修理が行われた。修理の後、再び発進して、 難を逃れたもののウォースパイトは、生涯にわたって、火事のトラブルに悩まされた。ウォースパイトは戦闘中に、多数の負傷者と14名の死者を出し、深刻な損傷を負っているにもかかわらず戦闘を、続けていたが、第5戦艦戦隊の指揮官、キューエヴァントーマス少将は本土に帰還する命じた。帰還中の6月1日に、ドイツ潜水艦の襲撃を2度受けたが、 巨雷は2発とも不発に終わった。その後、ウォースパイトの前方に潜水艦が浮上したため、体当たりしようとしたが、失敗した。ウォースパイトは沈没することなく、ロサイスに到着して修理が行われた。それらの修理を終えるとウォースパイトは、第5戦艦戦隊に再び加わった。しかし、またも、姉妹艦バリアントと衝突してしまい、修理を受けることになった。 1917年6月には、駆逐艦とも衝突した。ウォースパイトは、スカパフロー白地に経流され、同年6月9日には、同地で、セントビンセント級戦艦バンガードの弾薬庫、爆発事故に遭遇した。1918年にウォースパイトのボイラー室で、火災が発生し、修理を受けることになった。対戦が終結すると、 ドイツ太陽艦隊をスカパフローへ受け入れるため、11月21日に本国艦隊と出撃した。ウォースパイトは大西洋艦隊に所属する間、多くの時間は地中海にいた。1924年にジョージ5世が出席する英国艦隊艦艦式に参加した。その後、ウォースパイトは部分的な近代化改装工事を行った。それは装甲と、 上部構造の階層だけでなく、新しく、昇降系機関銃を増設するもので、工事は1926年に完了した。同年、再び、大西洋艦隊の所属のまま地中海で過ごした。ウォースパイトは、地中海艦隊の機関と同等の働きを見せ、最終的に地中海艦隊の正式な機関として、母校を地中海に移した。1930年、ウォースパイトは、 大西洋艦隊に編入された。翌年の1931年9月に手当の減給が原因でインバーゴードン反乱が起き、演習実施前の大西洋艦隊が水兵に占領された。しかしウォースパイトはすでに港を出ていた。1934年から1937年にかけてウォースパイトは機関の配置と武装を変更し、 航空機の格納庫を設置する完全な近代化が行われた。その年に艦隊に復帰し、ビクター・クラッチ霊を艦長に迎え、地中海艦隊の機関になった。しかし、機関とユトランド沖海戦で起こった火事の故障の問題で、何ヶ月か遅れてしまった。1939年6月に、アンドルー・カニンガム中将が地中海艦隊の司令官代理に任官した。 同年の9月3日にイギリスはフランスと共にドイツに対して戦線布告を行い第二次世界大戦が始まった。10月28日、ウォースパイトは本国艦隊に加わるためマルタイ向け出発。しかし11月6日にジブラルタル到着すると戦乱護衛のためハリファックスへ向かうよう命じれた。ハリファックスには11月14日につき、 4日後に HX9 戦団を護衛して東へ向かった。その途中の11月23日、イギリスの仮想巡洋艦ラワールピンディがドイツ海軍艦艇によって撃沈された。イギリス艦隊は敵捕捉のため出撃し、11月24日にはウォースパイトも戦団から離れて北北北東へ向かうよう命じられた。11月27日にはデンマーク海峡を通過し、 捜索活動を行ったが敵は発見できず、12月4日にクリーノックに停泊した。その後もウォースパイトは戦乱護衛に従事していた。1940年2月27日には国王ジョージ6世がウォースパイトを訪れた。1940年4月のドイツ軍によるノルウェー侵攻により、ウォースパイトもノルウェー沖に展開した。4月13日、ジョッキー提督。 中将は、ナルビコ機械戦で損傷を負ったレナウンに代わって、機関をスパイトに移した。そして、ナルビコを占領したドイツ軍部隊の攻撃に向かった。同日、偵察のために、ウォースパイトを発進した。ソードフィッシュは潜水艦を撃沈したが、これは、第二次世界大戦で最初となる、航空機の潜水艦撃沈例だった。駆逐艦を率いて、 フィヨルド内に侵入したウォースパイトは一隻の駆逐艦を粉砕し、ディータンフォンレーダーとエーリヒゼを目標にした。ディータンフォンレーダーは上院の手によって爆破処分が行われ、ウォースパイトと駆逐艦部隊はエーリヒギーゼを撃沈した。オストフィヨルドで立ち往生してしまったドイツの駆逐艦部隊を全滅させ、ウォースパイトは強力な戦艦の火力をもって援護を行った。 イギリス側も駆逐艦3隻が損傷した第二次ナルビク海戦。この海戦後もウォースパイトはノルウェー沖で行動し、4月19日には独潜水艦の来撃を受けたが被害はなかった。4月24日にはナルビクを砲撃した。1940年5月にウォースパイトは地中海艦隊に戻った。 イタリア参戦直後の1940年6月11日にウォースパイトを含む地中海艦隊はアレクサンドリアから出撃した。だが敵は発見できず、6月14日に艦隊はアレクサンドリアに戻った。7月7日、ウォースパイトを含む地中海艦隊はマルタからの戦団護 AMA5 作戦のためアレクサンドリアから出撃した。7月9日、 地中海艦隊は同じく戦乱護衛のために出撃していたイタリア海軍と交戦したカラブリア沖海戦。この海戦でウォースパイトはイタリアの戦艦ジュリオ・チェザーレに命中弾を与えた。7月13日、アレクサンドリアに帰島。7月27日、エーゲ海からの戦艦支援のため戦艦ウォースパイト、マレーやロイヤル、サブリンなどがアレクサンドリアを出撃。 7月30日、艦隊は帰島した。8月16日、戦艦ウォースパイト、マレーヤ、ラミリーズと従順洋艦ケントが護衛の駆逐艦を伴ってアレクサンドリアから出撃した。目的は、エジプトとの国境近くにあるリビアのフォートカプッツォとバルディアの砲撃であったメガバイトに作戦。八月十七日、ウォースパイトとケントはフォートカプッツォ、マレーヤとラミリーズは バルディアを砲撃した。また、12月19日には、アルバニアのバロナ砲撃に、1941年1月3日には、バルディア砲撃に参加した。3月のまたパン岬沖海戦では夜間に、巡洋艦3隻特逐艦2隻を撃沈するなどし、戦略的、戦術的な勝利に貢献した。しかし、姉妹艦のバーラムは、ドイツのーボートンの攻撃によって沈没し、 クイーンエリザベスとバリアントの領艦は、アレキサンドリア港で、イタリアの特殊潜水工作兵、人間魚雷による攻撃を受けて、大破着底し、復帰には、長い時間を費やした。ウォースパイトは、この艦何度か損傷を受けたが、深刻な損害とはならずに済んだ。カラブリア沖海戦では、移動する艦艇から移動する目標に対する、長距離射撃の命中の記録を残した。 1940年6月にグローリアスを撃沈したドイツのシャルンホルストによる砲撃に並ぶ2万6000ヤード、約24キロメートルという遠距離でジュリオチザーレに命中弾を与えた。しかし、秋にクレタ島近海で紹介中の9月22日にドイツ空軍爆撃機による空襲によって大破したクレタ島の戦い。同年のうちにウォスパイトはアレキサンドリアを去って、 修理のため、アメリカに向かった。8月から、西海岸のピュージェットサウンド海軍造船所、ワシントン州で修理が行われ、15インチ砲の方針を交換した。しかし、日本海軍に真珠湾を攻撃され、太平洋戦争が勃発すると、ドックに入っていたウォンスパイトは、インド洋に展開する東洋艦隊に加わるため、工事を切り上げて出航した。 1942年1月に、ウォースパイトは、東洋艦隊に編入された。そして、1927年に、ウォースパイトを指揮したことがあるサー・ジェームズ、サマビル中将が上官し、東洋艦隊の機関となった。東洋艦隊は、低速のリベンジ級戦艦4隻と、空母ハーミーズの旧式艦隊と、ウォースパイトと、ホーミダブル、インドミタブルの空母2隻からなる。 高速艦隊を要するようになった。サマビル中将は艦隊を保護するため移転を決め、モルディブ諸島のアップの干渉を白地にした。しかし、伝えられる情報に、日本が攻撃してくる予兆があったにもかかわらず、サマビル中将は、従順に洋艦コーンウォール、ドーセットシャーの2隻とハーミーズを、正論島に戻してしまった。4月の初旬、2つの日本海軍部隊が、 インド洋空襲を開始した、正論を機戦。一つは、空母流城を含む、巡洋艦六隻で、もう一つのは、戦艦4隻と真珠湾攻撃に参加した、空母5隻だった。その時、日本海軍は強力な存在となっている、東洋艦隊を捜索するため、インド洋に進出していた。1942年4月4日に、日本艦隊を発見し、 直ちに巡洋艦2隻に対してサマビル中将の艦隊との合流を命じられた。数日後、ウォースパイトを含む高速艦隊が日本艦隊を攻撃するためアップ干渉を出した。結局、艦隊を離れたコーンウォール、ドーセットシャー、ハーミーズが多くの乗員と共に撃沈されたが、日本艦隊は、 本命の東洋艦隊を発見できず、高速艦隊に対して攻撃することなく、撤退してしまった。その後、ウォースパイトは1943年に、インド洋を去るまでの期間、限られた作戦行動で特に損傷は受けなかった。希望本周りで帰還する航海で、手段に不具合が生じたが、応急処置により復旧して5月に本国に戻った。その後は、問題は起きず、6月に、 もう一度地中海に向かった。1943年6月にジブラルタルに拠点を置く H 部隊に加わり、7月にはハスキー作戦に参加した。戦艦ネルソン、ロドニー、バリアント、クーボ、フォーミダブルラトシシリー島への上陸支援のため、ウォースパイトは7月17日にカタニアのドイツ軍に対して艦砲射撃を行った。9月8日と9日には、 サレルの上陸を援護し、ドイツ空軍の激しい爆撃を受けたが、多くを撃墜したイタリア戦線。9月10日、1940年から1941年にかけてウォースパイトと戦闘を行ったイタリア隊が連合国に引き渡しのため、マルタ島で抑留されることになり、ウォースパイトはそれらの監視に当たった。サレルに上陸した連合国軍が、 ドイツ軍の反撃で劣勢に追い込まれたため、ウォースパイトは9月15日に支援任務に戻った。ウォースパイトと戦艦バリアントはドイツ軍に対して艦砲射撃を行う。しかし、翌9月16日にはドイツ空軍の攻撃で大破した。ウォースパイトは初期の誘導爆弾である FX-1400、フリッツ X が3発中2発が命中。そのうちの一発が 煙突の背後の水上規格の庫に命中。フリッツ X は主幹板をも貫いて、機関区で爆発。船体中央部の幹板に巨大な穴を開けた。もう一発は右舷側のバルジを貫通して爆発した。これにより、第四ボイラー室が壊滅。隣接するボイラー室へも、原則からの浸水が入り込んで6機あるボイラーのうち、稼働できるのは1機のみとなった。 浸水はみるみるうちに5千トンにも達し、右側に5度も傾いてしまった。唯一の救いは、犠牲者が少ないことで、9名が戦死して負傷者14名だった。アメリカ海軍がすぐさま、マルタ島に交代させようとした者の,の栄光は、困難を極め、メッシーな海峡で栄光船が日本ともちぎれて一時、漂流してしまうこともあった。9月19日にようやく、 マルタ島に到着し、ジブラルタルに栄光する前に、応急修理を行った。この時のマルタ島では、ウォースパイとマイレルドックが全開しており、応急修理は困難を極めた。それでもボイラーが修理され、タービン機関が一機だけ動くようになったので、ジブラルタルへと A することができた。11月8日に、ジブラルタルに到着したウォースパイとは4週間にも、渡る修理を受けたが、 損傷を受けた第四ボイラーの修理は断念して、手砲塔も2機しか稼働できない状態だった。1944年3月に、ウォースパイトは、さらなる修理のためイギリスのロサイスへ戻った。ロサイスでの修理では3番手砲塔の修理は、見送られたが、期間の修理が進んで、約21ノットまでの航行が可能となったタイで4月末で、戦線復帰した。 1944年6月6日に、ウォースパイとは、東方機動部隊の一員として、ノルマンディ上陸作戦に参加し、ソード海岸の上陸を援護するため、ドイツ軍に対して、艦砲射撃を加えた。その後も上陸したアメリカ軍を支援していた。さらに数日後には、ゴールド海岸の上陸部隊を支援した。まもなく、ウォースパイとは、方針の交換が必要になって、 ロサイスに送られたが、その途中で、左舷後部に磁気機嫌いが触来し、機関をはじめとして、スクリュープロペラや火事に損傷を受け、とうとう左舷側のタービン二軸が停止した。その翌日に、ロサイスで修理を受けた。修理は、艦砲射撃の任務に必要な箇所だけ行われ、推進軸は三軸のみとなって速力は十五ノットに、落ち込んだ。修理後は、フランスのブレスト、 ルアーブルの遊軍を支援し、11月1日には、ゼーラント州のワルヘレン島にも、艦砲射撃を行った。これらは、ウォースパイト最後の手砲発射となった。ワルヘレン島の作戦行動以降、1945年2月1日に、ウォースパイトは、予備役のカテゴリー C へ席を移した。戦争終結後、ネルソン帝督の上官した。 戦列艦ビクトリーのように博物館としての保存を給られたが、それらの意見は入れられず、1947年にスクラップとして売却された。ユトランド沖海戦を、はじめ第一次世界大戦と第二次世界大戦で多くの困難をくぐり抜けてきたウォースパイとだったが、1947年にもう一つの勝利を重ねた。解体所に向かう途中嵐に遭い、 その後、怒りが外れ、プロシアイリエで座礁するまで、スクラップ業者からの逃走を続けたのである。しかし、発見された後に、本来の場所で解体が進められた。これは1950年に完了し、この年、不沈艦として、名を馳せたウォースパイトも、ついにその戦士にピリオドを打ったのであった。ウォースパイトは、最も著名な戦艦として、イギリス中の親愛の念を一心に集め、 イギリス海軍の最も尊敬された提督たち、とりわけアンドリュー・カニンガムが参事を送っている。その戦歴は伝説となり、韓米のウォースパイとは尊厳や勇気の代名詞となった。まさにイギリス海軍が保有した戦艦の中で最も偉大な存在であったと言って過言ではない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。